はい、じゃあ蓋持ってて。はい、じゃあそう、戻してください。はい、じゃあ垂れちゃってます。もう391。はい。で、体重計外してください。6グラム切りましたね。そうか、ドライがこれはウェットの状態で10ですよね、はいはい、だから賞味10じゃないんですよね、はい、まあ、それでも10近くか 3.3 ぐらいですね、8から9ぐらいは食べてるな。でもドライが食べる日もあった。ここはなしなんだよね。すいません、ちょっと私入れなかったんですけど、はい、ささみをあげるとちょっとドライが減っちゃうんですけど。ああ、そういうことね、はい、そういうことな。1グラムあげるとドライが減っちゃう。ささみ大好きですか？あ、大好きです、うん、そうね、まあやってもじゃあ1グラムにしていただく。お豆腐とブロッコリーダメだって。あ、ダメ、ね、ダメです。ささみ以外はちょっと野菜も何もダメ、はい、新拡大、うん、はい、じゃあちょっと今からね、あの抗寄生虫薬ね、つけます。それで、ちょっと抗生虫症療法します。はい。モキシデクチンというお薬で、今まではセラメクチンだったんですけど、はい、これも同じような効果あります。で、副作用もほとんどないと思いますからね。ちょっとじゃあ持ってください。あ、持たなくても切るかな。切る。100の3分。はい、そうか、今月ですね、誕生日ね。あ、そうですね、今月で5歳。5歳、素晴らしい。すごい安定してるんだったら、最大4週間は出せますけどね。あ、じゃあそれで4週にしましょうか。はい、変わったことあればもちろんね、はい、相談してもらうとして、はい、で、あの2日に1回飲んでるステロイドの量ですけど、はい、あの2週間単位ですと調子が良ければ下げたいんで、はい、最初の2週とあとの2週とちょっと変わりますんでね。今日だ最初の方が 0.2、うん、それでまあ2週間飲んでもらって、その後が 0.18mg、うん、最初はこれぐらいの量だったから、ちょっとずつ減らしてます、はい、それでまあ元気にしてくれればまた減らします。はい、はい、じゃあお世話になります。ありがとうございます。まあでも動きもしっかりしてくれるんですよね。はい、回し車は毎日やってます。やってますもん。はい、大好き。すごいよね、もう申し込されて回し車やってたら素晴らしいですよね。昼間も人がいないとやってます。あ、そうなんだ。はい、電車やってても、あ、泡吹いちゃった。ちょっとさん、6週間分お願いします。で、プレが2週単位で下がりますよ。
終了で、はい、皆さんお願いします。置いとけばいいよ持ってるから。はい。